ひろゆき Z です。2019年の初新幹線に乗ります。初乗る新幹線は2019年の初乗りはこのこだま865小倉行きにしたいと思います。16両編成、まあ時間があるので撮影したいと思います。新幹線ホームに初めて、今年になって上がる駅は、山陽新幹線博多駅となります。博多駅から小倉駅の一駅区間だけ乗りたいと思いますのでよろしくお願いします。まだ時間に余裕がありますのでいろいろ撮れるかなと思います。はい、お九州新幹線ですね。昨日熊本地震があったんですけど、熊本地震というか震度6弱の地震がありまして、2016年の地震とは震源が離れているので関連性は薄いのかなというわけでもないと思うんですけどね。今年はGPS チェックインで熊本、鹿児島、宮崎、この3県は南の方は行きたいと思いますので、その際にはですねこの九州新幹線を利用すると思いますので、熊本も無事であってほしいですね。不安だと思いますよ。今日は、博多駅の新幹線駅ホームに来てます。お、荒尾行きの快速列車、あれは多分小倉で見たやつと一緒だと思いますね。あ、荒尾行きの快速列車ですね。はい、お、かっこいいですね。九州新幹線も800系。はい、あちら、入線してまいりましたのが、のぞみ号です。東京からののぞみ号ですね。のぞみ51号、 X57 編成です。はい、博多に、到着しました。 N700、スモール A です。16両編成やっぱかっこいいですね。早く乗りたいですね。のぞみ51号博多駅到着です。こんな感じでですね、今日も、今年もですね撮影したいと思いますので、まあ、また皆様ご視聴していただける時間がありましたらよろしくお願いします。